おはようございます。工場団の河野です。工場団ラジオはお城好きが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで、最近報道されたお城や歴史関連のニュースをざっくり紹介する番組です。2022年5月2日は対馬市に対馬博物館開館、三木合戦ゆかりの4市8条で御城印発売、ドラクエ効果で根室半島茶師跡群の来訪者数が 17% 増加といった話題でお届けします。ということで今週もラジオの時間がやってまいりました。これは今土曜日の夜に撮ってるんですけれども、明日日曜日が1日なので、1日は割と僕忙しいので、土曜日に撮ろうということで、ちょっと早いんですけれども土曜日に撮ってます。1日はレポートを書いてメルマガを書いてで、最近は経理も要は前月の締めをもろもろやったりしなきゃいけないので、明日は日曜なんで銀行に行ったりとかはないんですけれども、なんだかんだと、やることが多いので、そういう時は、ちょっと前倒して、やろうかなと取ろうかなという感じですね。忙しいと言っても別にどうということはないというか、その僕の場合割とその決まったパターンというか、ルーチンで仕事をしつつ、空いてる時間に、その時その時の案件をこなすみたいな感じなので、そんなに仕事のストレスもないし、仕事で忙しくて困るみたいなこともあんまり起きないんですけれども、去年の末からこの経理を、自分でやるようになって、意外と楽しいなっていう、そっちの気持ちの方が大きいですね。去年は動画もね、動画撮影というか、YouTube に上げたりするっていうもろもろを、新しく、ゼロから、勉強して、習得していったんですけれども、まだ習得の途中なんですけれども、こういう動画の方は、ほぼほぼ独学というか、本を読んだり、YouTube で、YouTuber の方が解説してくれてるような、動画を見たりとかはしてるんですけれども、基本独学で、やってるんですが、経理の方は、税理士さんが、先生としていろいろ教えてくれるんで、それは非常に心強いなというふうに思ったし、なんで動画もそうだし、今後いろんな新しい分野に出ていく、着手していく際も、できるだけなんか先生をつけた方がいいなとは、思ってます。今後、旅行にしても出版にしても、いろんな部分で工場団の可能性っていうのを模索して、取り組んでいきたいとは思っているので、ある程度は僕もこれまでの経験の中で、分かってはいるんですが、やっぱりなんかね、それこそ経理にしても僕は個人ではずっと確定申告をしてたので、弥生会計の使い方とかですね、そういう あるいはごくごく基本的な、税務の知識みたいなのは多分ずっとサラリーマンやってる人よりかは、あるとは思うんですけれども、やっぱりそれでもちょっと専門的なことになると、毎月ミーティングやってるんですけども教わることいっぱいあるので、そういう意味でもやっぱり専門家のそのサポートっていうのは心強いし、難点はそのこの年になって思うんですけれども、昔はなんか経験を積むことっていうのがとても大事で、それがなんで大事かっていうと将来効いてくるからなんですよね。だからその将来そのかけた時間っていうのが要するに自分の何ていうかそのプラスになって戻ってくるから、そういろんな苦労というかその努力というかね、そういうその
時間をかけて何かを学ぶっていうこと、まあ、もっと言うとその自分で学ぶっていうことの価値っていうのはあったんですけど、まあもう50歳も見えてくる年齢になってくると、これ取り返せるなんてその将来っていつだよって話になるので、もう今、そのなんか、回り道をするとかですね、あるいはなんかその、一生懸命その自分で勉強をして経験を積んでみたいなことをやるよりかは、もう経験知を持ってる人、まあ、知識を持ってる人に助けてもらって、まあ、いかに早く、そのゴールに連れて行ってもらうかみたいなことの方が、まあ、この年になると大事だなという気はしてますね。だからまあこの辺は、まあ、若い人を相手に喋るときは、まあとりあえず自分でやってみたらみたいなアドバイスもするかとは思うんですけども、まあ、最近はそういうアドバイスを求められることもあんまないんですが、まあ僕と同年代とか、まあ、まあいい大人になった人を相手にするときは、まあ多少のお金を使ってでも今すぐ解決できる、あるいは今すぐこう、まあ、上達できるような方法を取ることも考えた方がいいんじゃないのかなというふうには特に最近思うようになったので、まあ、そこはなんか、ちょっと、まあ、年を取って変わってきたところかなという気はしますね。はい。まあ、ゴールデンウィークも一応始まったので、まあ、このラジオも、まあ、1週ぐらい休んでもいいかなとは思ったんですけど、まあ、年末年始も別に変わらずやってたし、まあ、これはまあ僕自身がそんなに世間の休みと関係なく仕事してるからっていうのもあるんですけれども、まあ、いつも通り自分はやってるんで、まあ、特にどっかに出かけるわけでもなく、なんでまあ撮ろうかなと。で、まあ、逆にその聞いてくださってる方は、まあいつも通りじゃなくて、まあ、しっかり休まれてる方も多いし、まあ、出かけてる人もまあ結構いらっしゃるんじゃないかなと思うので、京都もたくさん人が来てるみたいですし、だからまあそういう意味ではこれを月曜日に聞く人の割合はいつもよりは少ないかもしれないんですけども、まあ別に後から聞いてもらえばいいので、とりあえず、まあ、今週1週間、まあ、月曜日から考えると先週1週間に起きたことをちょっと、一緒に振り返ってみたいと思います。じゃあ最初のニュースです。長崎新聞にあった記事で、対馬博物館30日開館、国境の島の歴史文化発信、展示品600点超という、タイトルで、対馬の歴史や文化を発信しようと長崎県と対馬市が整備した対馬博物館が30日に開館する。現地で26日報道関係者向けの内覧会があり、江戸時代の外交使節団を描いた朝鮮国心史絵巻や、室町時代に作られた日韓混合様式の盆章など国重要文化財を含む国境の島ならではの展示品600点超が公開されたという、まあ、内容なんですけれども、この朝鮮国心史絵巻っていうのがまあ振り仮名も振ってなかったので、これさっき、調べて読み方を、知ったところなんですが、まあ朝鮮は朝鮮ですね。で、朝鮮国までが、まあ、区切りかな。で、どこで区切るんだこれ。朝鮮国紳士絵巻でいいのかな。それとも朝鮮国紳士絵巻なのかちょっと分かんないんですが、まあ、朝鮮は朝鮮で、国で、まあ、信じるの信で、まあ、使いと書くので、まあ、なんていうかその今でいうまあ外交官みたいな感じですよね。まあ、外交使節団を描いたと説明にもあるので、まあ、そういう絵巻物を含む、まあ、600点ぐらいの、まあ、資料が、まあ、あると。
ということなんですけれども、実際記事にはこの対馬藩主宗家が残した資料約11万2000点が収蔵されているということなんで、でまあそれをまあ順繰り、まあ、企画展とか特別展とかっていうのでまあ出してくるというようなことがまあ書いてあったんで、これはなんか行ってみたいなと、思いました。でまあさすがにねその毎回その企画展のために行けるわけではないんですけれども、まあ、なんかのタイミングで、まあ、対馬はもともと行ってみたかったので、ちょっとなんか旅行の計画を立ててみたいなというふうには今思ってます。まあ、沖縄もまた行きたいし、まあ、行きたいところいっぱいあるんですけれども、まあ、対馬といえばねやっぱり、まあ、金田城というか、まあ、金田の木というかっていうのがまあ有名ですけれども、まあ、さっき見たら164人もすでに団員の方は行ってらっしゃるので、ああなんかみんなすごいなと。僕は、まあ、100名城もまだ全部行ってないし、まあ、続100名城も全然なんですけれども、まあ、こういうところに一回行って、まあ、なんかねその、まあ、対馬っていうのはまあいろいろ歴史的にもまあ、いろんなことがあった、まあ、場所ではあるので、まあ、それこそね現行の、まあ、舞台でもあり、秀吉がまあ朝鮮出兵した時には、まあ、ここが重要な拠点にもなってますし、で、宗氏は小西行長の娘を正室に迎えてるんですよね。でなんで関ヶ原の戦いでは西軍についてるんですけど、まあ、それでも家康は、まあ、改易にせずに朝鮮との関係を、まあ、正常化したいっていうのが、まあ、江戸幕府初期の、重要課題だったので、まあ、そのまま、宗氏に対馬を任せてですね、で、まあ、朝鮮との、まあ、国交を、まあ、正常化にするよう、まあ、尽力させたんですよね。でそういう、まあ、歴史があるので、この宗氏っていう人たちが、まあ、ずっとこの対馬にまあまあ、居座り続けるというかですね、まあ、支配を、まあ、してたわけなんですけど、まあ、考えてみるとその、まあ、鎌倉時代以降ですね、その不祖伝来の地みたいなのを江戸時代まで、まあ、守り続けたというか、その、まあ、特に江戸時代なんかは栄転だったり、まあ、左遷だったりが、まあ、多い、まあ、時代なので、ほとんどの大名っていうのは動いてるんですよね。でまあ、その前の戦国時代とかを振り返っても、例えば伊達なんかも有名ですけれども、まあ、動いてますよね。まあ、米沢で、まあ、会津だったり岩出山だったりっていうふうに、まあ、動いてますし、で、まあ、上杉にしてもね、同じように、まあ、春日山にいたけれども、まあ、結局、米沢の方に行くわけですから、まあ、こうやって考えていくと、ほとんどの戦国大名っていうのは、まあ、ずっと同じ場所にはいないわけですよ。まあ、そもそもの徳川自体が、どんどん、まあ、引っ越しさせられてるわけなんでね。で、まあ、この宗氏もそうだし、まあ、あと島津とか、あとは、まあ、九州で近いところだと相良とかですね。で、まあ、関東だと、まあ、相馬さんとかがそうですよね。で、まあ、ごく少数の、まあ、まあ、中規模あるいは小規模の大名数家だけが、まあ、ずっとその鎌倉時代以降の不祖伝来の地を守り続けたっていう、歴史をたどってるので、まあ、このなんか、まあ、リストを多分もうちょっとあと何個か出てきそうな気もするんですけど、ちゃんとチェックをしてですね、でなんでその家は、引っ越さずに済んだのかみたいなのをちょっと、検証してみるのはなんか工場団テレビの番組でなんかできそうだなということを今、ちょっと喋りながら、思ったんですけど、まあ、宗家に関しては、まあ、その朝鮮との、まあ、関係というかそれを、まあ、重要視するがために、まあ、替えが効かなかったっていうのが、まあ答えだと思うんですけれども、まあ、他の相良とか相馬とか
あの辺は別に動かしても問題なさそうな気もするんですけど、まあ、でも秀吉も家康も動かさなかったっていうのはちょっとなんかあんのかな、僕が知らない何かがあんのかなと思うので、まあ、その辺はなんか榎本先生にちょっと調べていただいて教わろうかなというふうには、思います。まあこれちょっと今度提案してみようかなと、思いました。まあ、宗氏はね、なんか平知宗の子孫を、まあ、自称してるっていうようなこともあってですね、で要は今の大河ドラマの、鎌倉殿の13人も、まあ、先週だか今週だか、まあ、間もなく、壇ノ浦に、なると思うんですけども、まあ、その壇ノ浦で、まあ、生き延びたまあ、兵士の、一人がこの平知宗という人で、まあ、その人の、まあ、子孫を、まあ、自称していると。でもまあ嘘だろうということは榎本先生に、まあ、提供いただいた、大名家のその、まあ、列伝の中にも、まあ、あったので、まあ、この辺はなんかね特に江戸時代って、先祖の歴史をこう捏造するというのかな、なんかちょっと持った家の歴史、まあ、家史とか家父とかって言いますけれども、まあ、そういうものを作らされたので、まあ、そういう、意味でも多分この話は、嘘っぽいんですけれども、まあ、こういうのが何ていうか、残ってるっていうこと自体がね、まあ、ちょっと面白い話だなとは思うので、甲状談のページでいうと大名検索から大名家のところ行って、まあ、宗家で検索すると、まあ、ページにたどれますので、ぜひ、こちらも読んでみていただければと思います。あ、概要欄にリンクも、貼っておきますね。で、次の記事が神戸新聞にあった記事で、秀吉対別所の三木合戦、ゆかりの八条にご乗員、四市観光協会が制作、28日から発売ということで、まあ、これはお城ニュースでも紹介したネタで、これはまあ発行元というか制作された会社から、まあ、直接ご連絡いただいてニュースには載せたんですけれども、でもご乗員のニュースを取り上げ出すときりがないので、まあ、普段はまあなるだけちょっと控えようかなとは思ってるんですけど、この四市の中の一個の加西市っていうのがまあ、僕の、まあ、実家がある、まあ、地元なので、まあ、ちょっと、今日は紹介してみようかなと、思います。で、内容の方が兵庫県の三木加古川小野加西の四市の観光協会が戦国時代の三木合戦に関連した八条の御城印を共同で制作した、28日から城跡にある、まあ、城跡かな、城跡にある寺院やゆかりの施設などで販売するということなんですが、まあ、今回、まあ、取り上げたは、まあ、取り上げたはいいもののというか、まあ、内容自体はもうこれが全てで、まあ8つのご乗員ができましたっていう、まあ、だけのことなんです。で、それはもうお城ニュースを、まあ、見ていただければ済む話なので、まあ、そこはあまり深掘りする気はなくて、で、三木合戦に、まあ、関係した城っていう話で、まあ、それはそれでちょっとニッチな切り口だなと思いながら、まあ、僕はそういうニッチな切り口は好きなので、まあ、よくこの切り口で企画を通したなと、まあ、思ってはいるんですが、でこのうち、まあ、4市ある中でその僕の、まあ、地元の加西市が、まあ、3つ、城が入ってるんですよね。で、まあ、一つは山下城っていう、まあ、これは割とまあ、うちからも、まあ、近いですね、まあ、車で行けば5分10分ぐらいなのかなのところにある、まあ、今はまあもうなんか田んぼの中にあるちょっと小高い山と言えるほどの山ではないので、まあ、ちょっと小高い丘みたいな感じのところなんですが、
まあ、ここは三木合戦の際に、まあ、別所方についたということで、まあ、織田方に落城させられてます。で、まあ、もう一つが、まあ、小谷城っていうのがあって、まあ、これは滋賀県で、まあ、有名な小谷城と同じ小さい谷と書くんですけども、まあ、うちの方は、小谷ではなくて小谷と、小谷とか小谷とか、まあ、小谷って僕らは呼んでたかな、って読むんですけれども、でここも一応三木合戦の際に、まあ、秀吉がまあ修復して使ったというようなことがまあ、言われてます。まあ、どこまで本当かはわからないんだけど、まあ、ただ、千田先生が去年だかおととしだかに、まあ、調査にも行かれてて、で、まあ、その際にも、まあうんまあ、いわゆるその堀とか小口とかの、まあ、形状っていうのが、まあ、いわゆる何ていうかその直方形というのかな、そのまあ、ちょっと、まあ、当時でも、最先端の、技術が使われているので。まあ、織田系の、まあ、武将によって、まあ、回収されたんだろうというような話を、されてました。で、まあ、当時、この地域で、まあ、何らか の, その修理を加えられそうな織田方の武将っていうのは秀吉しかいないので、まあ、秀吉によって、まあ、回収したんじゃないのかなと。で、まあ、一説というか、まあ、千田先生の説によると、まあ、本能寺の変の後に、まあ、中国大返しという、まあ、秀吉が、まあ、備中高松城からですね、まあ、京都まで駆け戻るという、まあ、一大、まあ、事業を、まあ、成し遂げるわけですけども、まあ、この際に、まあ、いくつか の, その、まあ、信長を、まあ、迎える予定で整備していた拠点っていうのを、まあ、そこには当然兵糧とか、まあ、いろんな物資を、まあ、蓄えていたので、まあ、それを、うまくその中継点として使いながら、まあ、京都まで戻っていったんじゃないかという、まあ、説を、まあ、出されていて、で、まあ、この、小谷城も、まあ、その一個だったっていうような話があって、で、まあ、ここは僕の、なんていうかその評価というかその僕の受け止め方としては、まあ、多分、前半というのかな、その信長に、まあまあ、出陣を、まあ、要請していて、で、まあ、その準備で、一旦京都に入ったところを、まあ信長は光秀に討たれたわけなんですけれども、まあ、当然ここは、まあ、秀吉黒マスク説を取らない限り、秀吉は本能寺の変が起きることを知らなかったわけですから、まあ、信長に、まあ、岡山まで、来てもらうためには途中途中に、まあ、休憩場を、まあ、これを御座所というらしいんですけども、まあ、そういうその、まあ、休憩場だったり、まあ、宿泊場を、まあ、整備しなきゃいけないので、まあ、これは、多分やってるはずです。で、まあ、そのうちの、まあ、いくつかで、まあ、そのまあ、しっかり整備された跡なんかも、まあ、見つかっているそうなので、まあ、そういう意味では、まあ、割と裏が取れている話かなと。で、後半のこの、小谷城が使われたかどうかっていう話は、まあ、ちょっと、嘘っぽいというか、まあ、ルートから結構外れているので、まあ、うちの地元はまあ姫路の隣、笠井市っていうのは姫路市の隣なんですけども、まあ、秀吉は姫路城に一回入って、でその後、まあ明石の方に行くわけなんですが、姫路から明石に行くときっていうのは、まあ、基本海沿いを行くはずなんですね。まあ、当時の街道を考えても、山陽道を行くのが、まあ、一番兵隊が通れる、まあ、広い道なので、でうちの地元の方は、まあ、言ってみると姫路から山を越えないといけないので、当時の、まあ、このスピード感から考えると、まあ、軍を率いて山をわざわざ越える必要は、まあ、ないかなと。もちろん別動隊が行ってたっていうその可能性はないこともないんですけども、まあ、あんまり可能性は高くないんじゃないのかなという、気はしているので、この小谷城が、まあ
本能寺の変あっていうかその中国大返しで使われたっていう説は僕はあんまり信憑性は低そうだなという気はしてます。で、それはちょっとまあ余談で、もう一個この3つあるうちの山下城と小谷城の話を今したんですけれども、でもう一個入ってるのが、まあ、前方山城っていう、まあ、お城なんですよね。まあ、五条院では、前方山城っていう名称ではなくて、なんか前方四城っていう、まあ、名称で、まあ、書いてあるんですけども、まあ、別名なんで、僕らはまあ前方山城というふうに呼んでるし、で工場団の登録も前方山城に登録してるんですが、この城に関して言うと三木合戦はおそらく関係はないと思います。でこの城は可決の変とか可決の乱っていうのを変と乱の日本史を見てくださった方であればちょっと記憶にもあるかと思うんですが、いや室町幕府の6代将軍である足利義教っていう人が暗殺された事件を、まあ、可決の変とか可決の乱というふうに言うんですけれども、でこの殺害した、まあ、実行犯というかね、その殺害の、まあ、首謀者が赤松光助っていうその、まあ、当時の播磨の、まあ、守護だったわけですけれども、でこの人の弟で赤松範茂っていう人がいて、この範茂の、まあ、城だったんですよ。で赤松氏は、まあ、将軍、まあ、殺害をしたということで、まあ、その後、まあ、幕府から派遣された、まあ、山名宗全に、まあ、攻められて、でこの前方山城も落城してます。まあ、前方山城だけではなくて、この播磨一帯のお城は、まあ、ことごとく、山名宗全に、まあ、攻められて落城してるんですね。で、まあ、この辺も実は背景としては結構面白くて、でまあ、播磨を その支配権を争って、もともと山名と赤松っていうのはライバル関係にあったので、まあ、赤松がやらかしたっていうことで、まあ、山名にとってみるとめちゃくちゃチャンスだったんですよね。なので、まあ、みんなあんまりこの討伐に、行きたくなかったんですけど、山名は割とノリノリで行ってきますっていうので行って、で、まあ、討伐をして、で、まあ、結果、まあ、赤松は没落をして、で、まあ、その分山名が、の勢力が拡大するという、まあ、経緯があります。で、まあ、さらに言うと、この山名っていうのはもともとは、6分の1殿と言われるぐらい一族で、まあ、全国の、まあ、11の、国の守護を任命されるぐらいの、まあ、一大勢力を誇ってたんですけれども、足利義満によって、どんどん、まあ、没収されていくんですよね。でまあ何ていうかその、まあ、いろいろ何か、まあ、イチャモンをつけられたりですね、まあ、そういうふうにして、まあ、足利義満という人はとにかく幕府の力を、まあ、強化するっていうことが、に、まあ、終身した人なので、まあ、守護大名の力を削ぐっていうのが、まあ、彼にとっては、まあ、何より大事だったんですよね。で、まあ、山名っていうのは、まあ、そういう意味でも一大勢力だったので、まあ、目をつけられたということなんですけど、で、まあ、そうやって一時的に、まあ、この勢力っていうのは山名の勢力は、まあ、落ちてたんですよね。でそれが、まあ、この一件によってまた戻っていくというか、勢力を回復していくっていうこと でこの流れの中で、まあ、応仁の乱とかが起きていくと。で応仁の乱の時には、まあ、山名っていうのは、まあ、西軍の、まあ、大将格に据えられるぐらい、まあ、それなりの、その権限権力を持ってたっていうことなので、こういうその山名だったり赤松だったり、まあ、こういう各守護大名の家っていうのもなかなかこの浮き沈みがあるので、この室町時代、まあ、室町幕府における、守護大名のこの何て言うのその
栄枯盛衰っていうのかな、なんかそういう浮き沈みみたいなのは非常に面白いなと思って、まあ、僕はいつも見てるので、この辺はなんか各大名家、まあ、大名家で守護大名家 のなんか歴史を一個ずつ取り上げてなんか振り返ってみる、番組もやれたらいいなというふうには思ってます。で、まあ、僕が一番今日話したいのはこの赤松憲重という人がめちゃくちゃ面白いっていうことなんですよね。で、まあ、前坊山城主ですね。で、まあ、ウィキペディアによれば、まあ、彼は赤松一族で屈指の武勇を誇る猛将 で性格が、大変粗暴であったと。だから、まあ、三国志が好きな人であれば多分呂布みたいな、あるいは張飛みたいな、まあ、そういう感じの、キャラの、ようですね。で、まあ、花見の席で、まあ、家臣を殺すというなんか暴挙を行って、で、まあ、時の、まあ、将軍、まあ、4代将軍の時代だったんですけども、まあ、4代将軍なんで、足利義満の息子ですよね。で、足利義持に、まあ、切腹を命じられるんですけど、で彼は、逃げたんです。で逃げて、でこの将軍の義持が死んだ後に戻ってくるっていう、まあ、なかなかの、キャラなんですよ。で当然この柿津の乱では、主導的な役割を果たしています。だから、まあ、柿津の乱っていうのは赤松光助が、まあ、将軍の足利義教を殺しましたっていう、まあまあ、クーデターというかその、まあ事件であり事変なんですけれども、まあ、そこにこの弟の赤松憲重っていうのはかなり、密接に関わっているし、で、まあ、彼は一応まあその後も、まあ、若干生き延びていて、で、まあ、最後は殺されることになるんですけども、このなんかキャラは埋もれさせるにはもったいないというかですね、まあ、あまりその、まあ、善玉ではないので、まあ、かなりヒールな、役どころにはなるんですけれども、まあ、とはいえ多分この憲重のいいところもきっと掘ればあるはずなので、この赤松憲重っていう人をこうなんかフィーチャーしたような、まあ、そういう漫画を作るとかですね、まあ、そういうなんかキャラクターを作るとかですね、なんかそういう風な、切り口で笠井氏はもうちょっとそのこの前坊山城をこの三木合戦に、ちなんだとかゆかりがあるとかっていうそのほとんど、関係のないところにこう無理やりねじ込むんではなくて、前坊山城を取り上げるんだったらもう赤松憲重っていうもう格好の、題材があるので、まあ、彼を、使ってまあなんかやってほしいなというふうには思います。まあ、もうちょっとねなんか余裕ができたらうちでなんか漫画作ってもいいなと思うし、まあみんなにもなんかその際には、まあ、カンパしてもらって、でなんか漫画作ったり、まあ、グッズ作ったりしてもいいかなとは思うんですけども、まあ、まあ今の前坊山城は、もうなんかただの山なのであんまり行って、楽しいかっていうと、まあ僕も一回は行ったんですけども、なんか獣道みたいなところをなんかひたすら30分ぐらいかな登って、もう何にもないから帰ろうって言って、まあ、おとんと一緒に登ったんですけども、まあ、これ以上進んでも何もなさそうだから帰ろうって言って帰ったのを覚えてますけど、なんでまあ現地に行って楽しめるというよりかはこの前坊山城に関して言うと、この赤松憲重っていう人込みでストーリーを楽しんでいただく、まあ、お城かなというふうに思うので、まあ、この辺はちょっとね、まあ、地元になんか恩返しじゃないですけど、まあ、僕もなんかちょっと関わってみたいなとは、なんとなく思ってるところです。はい、で3つ目の記事が北海道新聞の記事です。茶師跡群来訪 17% 増、21年度根室市観光協、コロナ禍でも楽しめるドラクエ効果もという、このなんだろうな、この新聞のタイトルの付け方っていうのは文字数制限のなんか成果ちょっとわからないんですけども、
非常に読みにくいというかですね、これ、字として、ですね、文字として、見れば、まあ、この根室市観光協っていうのも、根室市観光協会の、まあ、会一文字だけ略してるんですけど、のことなんだろうなっていうのは分かるんですけど、これなんか音読してもピンとこない文章というか、その、まあ、文章って言っていいのかな、このなんか、まだね、ヤフートピックスの方が、ちゃんとなんか読んでも、意味が通じるようにできてる気がするので、この新聞っていうのが、なんとか、この、読まれること、その、まあ、目で追うことは意識してるけれども、音読に関しては、まあ、全然なんか意識がないなっていう感じはします。せめて、このウェブに上げる際には、ちゃんとした、中途半端に略さないで、ちゃんと根室市観光協会って書けばいいのになっていうふうには思いますけどね。まあ、それも余談でした。今日はちょっと余談が多いな。まあ、本文の方をちょっとだけ紹介すると、国指定史跡根室半島茶師跡群の2021年度の来訪者数が前年度比 17% 増の2242人だったことが市観光協会のまとめで分かった。コロナ禍以前の水準には届かないものの、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、個人客が屋外探索を楽しむ観光が定着しつつあると見られるという、まあ、話なんですが、まあ、タイトルにもドラクエ効果もってあるんですが、まあ、これも、もうというよりは、100%、まあ、ドラクエ、まあ、正確に言うとドラゴンクエストウォークっていうアプリがあるので、まあ、このアプリが、日本百名城と、まあ、コラボをした、まあ、キャンペーンで、まあ、ご乗員を、売ったりですね、あるいはなんかそこに行くと、まあ、キャラだのアイテムだのが、まあ、もらえるっていうようなことをやってたので、まあ、その、まあ、相乗効果でしょうね。この五条院と、ドラクエウォークの相乗効果の、まあ、結果としての2242人だったと思います。多分これやってなければ全然、まあ、少なかったと思うので、ここを、まあ、見誤ってはいけないなと、思います。まあ、根室市観光協会は茶師跡群が根室の見どころの一つとして根付き、コロナ禍で楽しめる観光として定着していると分析しているみたいなんですけど、ちゃんとこれドラクエの効果だよっていう分析ができてないんだとしたら、やばいと思います。で、まあ、ドラクエウォーク のタイアップはもう終わってるので、まあ今年どうなるかでしょうね。まあ、あるいは、このゴールデンウィークどうなのかみたいなところを、まあ、しっかり見て、もし、まあ、全然、お客さんが来てないんだとしたら、やっぱり次の企画を考えていかないと、まあ、厳しいなというふうには、思います。でもちろんこの、根室市観光協会がコメントされているように、お城巡りっていうのは、まあ、屋外が中心なので、コロナ禍でも、まあ、楽しめる趣味ではあるんですけど、まあ、それは言ってみるとお城巡り全体の話であって、でお城巡りの行き先として、この根室まで、来てもらうっていうのはまた別の話というか、その今度はいろんな全国のお城がライバルになってくるので、そういう意味でもその中で根室までどうやったら来てもらえるのかっていうのを考えなきゃいけないし、まあそうですね、まあ、工場団としても何か提案できればなというの、こういう記事を見るたんびに思うんだけど、まあ、僕自身が行ったことないっていうのが、まあ、事実なので、まあ、まずは行ってからかなと、まあ、行く、うん、まあ対馬に行こうが先かな、まあ、根室に行きたくないかってそんなことはなくて、それこそ、確か銚子の方からフェリーで行けますよね、あっちの方にね、まあ桃太郎電鉄とか桃鉄っていうゲームとかをやってると、あっちの航路があるので、まあ、あのフェリーで行きたいなっていうのは前から思ってたんですけど、
まあ、車乗ってないので、今ね、今車乗ってないのでわざわざヘリで行く必要は全くないんですけど、まあ、フェリーは好きなので、まあ、ちょっと、まあ、船で行ってみたいなという気持ちはありますね。五稜郭に行った時も、結局新幹線がまあ開通する前だったので、まあ、あの特急で、まあ青森から、函館まで行ったんですけど、あの時も、フェリーでも渡れるんですよね、まああのまあ、津軽海峡冬景色の通りに。で、まあ、なので今度五稜郭行く時は、まあ、フェリー使いたいなみたいな話もしてたんですけど、割と船で行くのは好きなんですよね。だからこれまで、なんか印象に残っているというか記憶に残っているのは、伊勢島から、あっちの、何半島、知多半島っていうんですかね、愛知県の方に、渡るのは、フェリーで、行きましたね。であと、まあ、ちょっと長旅だとすると、まあ、九州から神戸まで夜に出て朝に神戸に着くっていうフェリーに、まあ、これサンフラワー号っていう、まあ、割と有名なフェリーだと思うんですけども、まあ、それで、行きましたね。あれはなかなか楽しかったですね。ちょっとなんか、高かったんですけど個室を取ってみようと、まあまあ、雑魚寝が苦手だっていうのもあるんですけど、まあ、フェリーの個室っていうのは泊まったことがなかったので、まあ、いい機会なんでちょっと、どんなのか予約してみようというので、まあ、フェリーの個室を、まあ、取ったんですけど、まあ、なかなか楽しい思い出にはなりましたね。まあ、フェリーはなんかねまあ、それこそツアーとかで、使うにしても、まあ、僕は結構好きなのでぜひそういうツアーが、組めれば絶対に同行しようかなと思いますけど、まあ、バスとか飛行機よりもフェリーの方がなんかテンションは、上がりますね。で、まあまあ、それは、さておきですね、まあ、そういう基本的に僕がなんか提案というか企画を考えるときってね、やっぱ自分が過去に行ったところというかね、そういう自分の経験、行ったときに感じたこととかっていうのを基本に、考えていくので、やっぱり、行ってみるっていうことから始めたいなというふうにはいつも思ってます。だからまあ、大体今、いろんなところと話するときも、行かずに何かが、もちろんその依頼があってね、例えば五条院作ってくださいみたいな時に行かずに作ることっていうのは全然ありますけど、何かまあ最近だと丸岡城でねスタンプラリーやってますけども、ああいうのも、丸岡城に、まあそこ丸岡城はね何回も行ってるんですけど、ああいう行ったことがあるからその現地で、まあ、こうやってやればこうなるなみたいなことが、まあ、浮かぶので、まあ、そういう、まあ、そういう考え方というかね、そういう企画の立て方しかできないので、まずは行くっていうことが重要だし、そういう意味ではやっぱりね毎年、まあ、いくつか、お城に行くっていうことを、まあ、日課にするじゃないけど意識的に、出かけなきゃいけないなとは、思ってます。まあ、なんで、まあ、対馬も行きたいし、まあ、熊本城も天守に入れるようになってからまだ行けてないので、まあ、行きたいし、まあ、ちょっとね、まあ、ワクチンも3回目打てたので、まあ、これから夏休み前の時に、出かけようかなというふうにはちょっとだけ思ってます。で、今日はもう結構この時点でなんか脱線というか雑談が多くて長くなってるので、あと1個だけちょっとこの記事だけはちょっとね、ニュースではないんですけど、どうしても紹介したかったので、ちょっと紹介させてください。で、これはね、タイトルから先に言うと、日立小田市の、土浦市展示に事実誤認ありに答える
シリーズ博物館っていう、まあ、タイトルで、これだけ読むと何のこっちゃって話なんですが、これニュースつくばという NPO 法人が運営しているサイトに、土浦市博物館の学芸員の方が寄稿した、文章なんですね。で、まあ、冒頭だけ、ちょっと紹介すると、先般本サイトに常陸小田市の土浦市展示に事実誤認ありと題するコラムが寄せられました。ここでは主に八田智家の筑後改正を誤り、智家と小田氏の評価に違和感があるというご意見をいただきました。今回はこの場を借りして寄せられたご意見に答えてみたいと思います、という、まあ、書き出し で、とにかくね、これ読んでいただくのが一番いいと思います。本当に素晴らしい内容なの で、僕が中途半端になんか買いつまんで紹介してしまうことで、本当の部分からちょっと、それていってしまうのも嫌だなと思うので、ちょっと詳細は、そういう意味でも省きたいと思ってるんですが、背景というか、ちょっとこれがなんで掲載されたかの部分だけちょっと紹介すると、でまずこの4月20日に、高橋さんという方が、この方がどういう方なのかちょっとわからないんですが、現在土浦市立博物館で、開催されている特別展の内容は間違ってるという、そういう指摘をされたそうなんですね。そのコラムが、このニュースつくばというサイトに掲載されたと。でその指摘への、アンサーというのかな、要はご指摘には当たらないっていうようなことを、今回、1週間後の、4月27日に掲載された記事が、今日紹介している記事 で、これはとても丁寧に、かつ論理的に、書いてるんですね。で、昨今そのネットには、割といい加減な論説っていうのが、山のように、投稿されていて、で、特に SNS とかでは過激な内容ほど、拡散されるので、そういうその偏った意見というのかな、その間違った意見って、言っちゃっていいと思うんですけれども、そういうのが非常に、人目に触れる機会が、増えていて、で、要は誤解が広まるっていうことも増えてるんですけれども、こういうなんていうかその、訂正記事というか、ちゃんと批判に対して反論が、同じメディアに掲載されるっていうのは非常に珍しいし、で、これが珍しいこと自体が良くないんですけれども、本来、なんか何らかのその主張を載っけたんであれば、その主張に対する反論も載せるべきだと思うんですけど、あんまりそういうメディアはないですよね。この今回の、最初に批判した高橋さんの指摘っていうのが、もちろんね、その中には、正しいことも、あるのかもしれないし、高橋さん自身が、再反論するかどうかも、現時点ではわからないんですけど、もし再反論されたら、多分この、ニュースつくばというサイトのスタンスであれば、きっと掲載されると思うので、こういう場で、なんちゃこの論戦っていうかな、このちゃんと、ある主張があり、それに対しての反論があり、で、再反論がありみたいなことがこう継続的に掲載されていくっていうのはすごくいいなというふうに思いました。工場団が、こういった論戦の舞台になることはないと思うんですけど、仮に榎本先生のなんかの文章に対して、批判というか、そのなんかそれは間違ってんじゃないのみたいなのが届けば、僕は全然載せるし、でそれに対して榎本先生に再反論の機会も与えるし、僕自身の感じたことというか、その僕自身の受け止め方みたいなことも、きちんと表明したいとも思うし、そういうなんか、別に正解がある話をしてないことの方が多いので、そういう意味では、ある資料の読み方であったり、解釈の違いみたいなことが多分揉め事の大半なんですよね。だからそれはきちんと、それぞれが、どういう
まあポジションに立ってどういうスタンスで読み解いてるのかみたいなことをまあ語ればいいと思うし、まあ、それでまあそれで以上だと思うんですよね。別にタイムマシンができるまでは、その正解を見つけに行くことはできないわけで、そういう意味でもだいたい揉めるのってなんか一部の資料だけをまあ引っ張ってきて、でこうですみたいな言い切っちゃう、まあ、そういう良くない断言を、まあ、してしまうことにあると思うんですね、歴史の場合は。でだけどまあ、そういう資料もあればこういう資料もあるよねみたいなところを、まあ、きちんと拾っていくと、まあ蓋然性というか、まあ、状況証拠的にはこの説が、まあ、正しそうだけれども、ただまあ断定するには至らないみたいな、まあ、そういうなんか、もちろんこのエクスキューズが多ければ多いほど読むのが大変なので、まあ、特にテレビとかね、そういうその時間の決まったものとか、あるいは雑誌のように字数が決まったものになると、まあ端折ってしまうと、まあ結果分かりやすい結論にまあ結びつけがちっていうのは分かるんだけど、まあ、だからこそ、まあ、ネットでやってる限りは、まあ、文字数の制限もないし、で、あるいは YouTube でやってる限りは時間の制限もないので、まあ、しっかりそういうその、まあ、余白の部分というか、まあ、余白じゃないか、まあ、1% の可能性みたいな、まあ、そういうところもきちんと、まあ、拾っていきたいし、まあ、紹介もしていきたいなというふうに、まあ、僕は常に思ってて、まあ、そういうその、まあ、僕のスタンスとか僕の考え方にまあ、近いなっていうふうに思ったので、まあ、今日はこのなんか記事は、まあ、ぜひ紹介しておきたいと、まあ、最近はなんかね、まあ過激な記事を載せて、でそしたらまあ SNS で拡散されてページビューも増えて広告収入も増えるからみたいな、そういうメディアがすごく多いので、僕はそういうメディアが嫌いなので、まあ、こういうなんかまあ久しぶりにまともな運営をしているメディアを見たなという、まあ、気持ちです。まあ、これいうのでこういうのが、まあ、どんどん増えていけばいいなと思うし、まあ、そのチャンスというかね、そういうのが、本来の、ネットメディアの、まあ、なんか可能性というか未来だったと思うので、まあ、それはなんかね、まあ、未来だったかっていうと、まあ、未来はあんまり明るくはなかったんだけれども、ただまあ、こういうメディアが、ね、存在してるっていうことは、ちゃんと、まあ、受け止めて、まあ、僕は、まあ、この記事まで知らなかったんですけれども、でもこういうメディアも多分まだ他にあると思うので、そういうのはきちんと見つけていって、でいいメディアを見つけたら、ここにいいメディアがあるよっていうふうに紹介していきたいなと思ってるので、今日は、これをちょっと紹介しておこうというふうに思いました。まあ、他にも先週はなんか鶴ヶ城公園にクマが出たとかですね、結構おおっていうようなニュースも、まあ、あるにはあったんですけど、まあもうその問題は解決してるっぽいので、とりあえずこの辺で、おこうかなと思います。で、まあ、東北の方はね、なんか季節外れの雪が降ったりとか、いろいろそういうそういうニュースもあったんですけども、まあ、お出かけされる際には、くれぐれも、まあ、用心していただければなと。まあ、感染対策はもちろんなんですけども、まあ、こういう、まあ、熊が出たとか、雪が降ったとかっていうことも、まあ、あり得るので。で、まあ、京都はなんか地震もありましたし、まあ、最近ちょっと多いんですよね。だからなんかこういう、ね、何が起こるかわからないので、まあ、まあ、今直前にネットのメディア信用ならんみたいなことを、まあ、言ったばっかりでちょっと、恐縮ではあるんですけど、一応、まあ、スマホとかでそういうニュースも、チェックをしながらですね、出かける先と、まあ、自宅周辺のニュースは、まあ、チェックしておいた方がまあ、いいかなというふうには、思います。でもうなんだかんだと1時間弱喋ってるので、まあ、ここで終わっても、いいんですけども、ちょっとだけ最後に、まあ、雑談というかですね、まあ、ニュースとは関係ない、
話をして、まあ、終わろうかなと、思います。で、まあ、先週団員総会を、まあ、夏にやろうと思ってるって話をして、まあ、ちょっと、場所はまだ決めてなくて決まってなくて、まあ、ゴールデンウィーク明けぐらいからちょっと当たっていこうかなとは思ってます。で、まあ、それとは別に、まあ、来年の大河ドラマ、がどうする家康に決まって、まあ、続々とキャストも発表されてみたいなことも、で、まあ、江野先生に何か書いてもらうっていうことまでは、まあ、前回だったかな、ちょっと話はしたと思うんですけれども、で、まあ、どういうことを書いてもらおうかっていうのを、まあ、おおよそ決めたので、まあ、確定ではないんですけども、一応まあこの方向にしようかって話はちょっと先生とも話していて、で、まあ、それが、まあ、徳川家康にまつわる、まあ、謎を、まあ、毎週ちょっと、紹介していこうというふうに、今のところ考えてます。で、麒麟が来るの時に、まあ、やった、まあ、光秀と誰それっていうのは、まあ、これは割となんか人物列伝形式でありながら、まあ、ただただその人の、まあ、生涯を紹介するんじゃなくて、まあ、光秀とどう関わりがあったのかっていう、もうその切り口で書いてもらったので、まあ、これは結構自分でもいい企画だったなと、まあ、ここは僕が考えたので、ちょっと自信を持って、言いますけど、今ね、読み返していただければ、多分最初の1本2本は、そのルールで書いてないんですよ。で、最初に原稿が来た時に読んで、これちょっとなんか1年厳しいなと思ったので、僕の方からこういう風にしませんかっていう風に提案をして、で、まあ、軌道修正をしたっていう経緯があって、でなので人物誰を、選ぶか、光秀と誰々のその誰の部分を、まあ、誰にするのか、信長にするのか、秀吉にするのか、松永久秀にするのかみたいなのは毎週僕の方で決めて連絡しますっていうような、まあ、やり取りに、まあ、したんですけど、あれはね、なかなか書くのがかなり大変だった人もいたんですけど、いい企画だったなと今振り返ってみても思います。で、全く同じように、まあ、家康と誰々っていう風に、まあ、やってもいいんだけど、まあ、それはなんか、まあ、かつて企画で飯を食ってた人間としてはちょっとプライドに関わるというか、まあ、最悪同じ企画の焼き直しでいこうとは、まあ、今でも、まあ、保険としては思ってるんですけど、まあ、できれば、まあ、違う企画でいこうということで、まあ、今のところ、まあ、家康の、まあ、謎ですね、まあ、どうして、三つ葉葵の家紋になったのかとか、あるいは、まあ、どうして、松平から徳川に名字を変えたんですかとか、そういうまあ、家康の、まあ、生涯で、まあ、いくつか、なんか解説が必要な部分ですね、まあ、謎っていう、ことを言っちゃうと、まあ、なんか範囲が狭まりすぎる気もするんですけども、まあ、なぜとかどうしてとか、そういう部分で、野本先生にちょっと説明をしていただくような、まあ、連載コラムを、来年はちょっと、まあ、準備をしようという話を、してます。まあ、これ書くのは榎本先生に、まあ、丸投げなんで、僕は全然、まあ、楽なんですけど、実際、まあ、去年じゃない、一昨年かの、まあ、誰々の部分を、まあ、僕がこの大河ドラマの、まあ、シナリオを買ってきてですね、でそれを読みながら誰が登場するから、まあ、この人にしようみたいなことを決めてたので、まあ、それと、まあ、それに比べると、まあ、今回は、まあ、前もってある程度はこうリストアップしつつ、で、まあ、脚本の、進行に合わせてですね、まあ、大体、まあ、いい感じのタイミングで、まあ、それこそ、松平から徳川にまあ、名前を変えそうな
タイミングでそのネタを、お願いするみたいな風に しようと思っているので、まあ事前の準備ができるっていう意味では、まあ、キリンが来るの時よりかはちょっとは楽かなと、まあ、いう気も増してて、で、まあ、家康に関する本も、まあ、何冊かすでに購入もしてるんですけれども、まあ、この辺を、まあ、読んで、まあ、大河ドラマの話数を考えると、まあ、40から50ぐらいはちょっと考えなきゃいけないので、これはちょっと、ま、なんかみんなにも協力してもらおうかなとは、思ってはいるんですが、まあ、まあ僕の方で少なくとも40ぐらいは考えなきゃいかんだろうなというふうには思っているので、この辺も、まあ、空いてる時間とかに本を読んでいこうかなというふうに思ってます。で、まあ、キリンが来るに関してちょっと今週ネタが飛び込んできたので、まあ、キリンが来るの脚本家の池原俊作先生の講演会が、まあ、仏教大学で開催されますと。で、まあ、これも後ろニュースに載せたんですけども、まあ仏教大学は非常にうちから近くて、まあ、歩いても行けるぐらいの距離にあるんですけども、まあ、踊りに近いですね、まあ、踊りに近いというか、まあ、踊りは京都のあちこちに、まあ残まあ、部分的に残ってるんですけども、まあ、北側の、まあ、踊りの、まあ、残存地域に、近いところに、まあ、あって、でまあ、なんでまあ、ぜひぜひ、まあ、来れる方はと思いつつ、まあ、僕自身は、その距離ではあるんですが、まあ、ズームでも見れるって書いてあったので、あ、じゃあズームにしようかなと思って、まあ、ズームの視聴の方で、まあ、申し込みはしたんですけども、まあ、なんで、まあ、京都まで来れない方はぜひ、ズーム の, ウェビナーで、なんか視聴できるらしいので、まあ、先着何名だったかちょっと忘れたんですけども、400名だったかな、募集されているので、まあ、時間の合う方は、ぜひ申し込んでみてくださいというような感じで、今週はこの辺で終わろうかと思います。まあ、ゴールデンウィークは今週からね、まあ、今日は一応平日なのか、でまあ明日からお休みに入るっていう感じだと思うんですけれども、まあ、休みを取って10連休にしている方も中にはいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、とりあえず、まあ、ともあれ、ゴールデンウィークは、まあ、今週が本番だと思うので、まあ、お休みの方はね、ぜひゆっくりと楽しんできていただければと思います。で、まあ、逆にその人が休みの時に働くサービス業に従事されている方は、まあ、ちょっとね大変だと思うんですけれども、まあ、今週は、まあ、仕事を頑張っていただいて、また来週以降みんなが働いている時に、ゆっくり休んで、楽しんでいただければなと思います。まあ、僕もこれまでの仕事の、まあ、経歴的に言うと、どちらかというとみんなが働いている時に休んで、どっかに出かけるっていうことが多かったので、まあ、そういう方の気持ちはよくわかります。で、まあ、コールセンターで働いたりとかね、そのまあ、飲食で働いたことはないんですけども、まあ、ただなんか、お休みの時に働く仕事っていうのは基本的にはなんか理不尽な、ことに遭いやすいというかね、ちょっとみんなが浮かれてるもんだから、まあ、なんかクレームとかもちょっとね、平日の、クレームよりもちょっとなんかきついというかね、その向こうのなんかテンションが高くなっちゃってて、まあ、困るよみたいなことも、まあ、あろうかとは思うんですけれども、まあ、なんとか、乗り切っていただいて、まあ、その後のお休みを楽しめるように、まあ、していただければなと、思います。まあ、工場団は変わらず平常運転なので、まあ、毎日、まあ、何かしらが更新されていると思うので、まあ、息抜きにしていただければなと思いますし、僕でよければ全然メールの相手もしますので、お気軽に、メールしてきてください。あとあれですね、今週6日の金曜日は夜にオンライン表示をやりますので、ご都合のつく方はぜひご参加ください。ということで、今週も来てくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。